と、セブン。タイムセブン。そう、だんだん番号わかんなくなってきてね、メモぐらいしとけって感じですね。はい。前回は、ベーシンクイッカムのような、生活費は生活費はみんな補助して、生活費は出してあげるから、あと稼いだお金は自由に好きなことに使いなさいっていう時代が来てこそ、初めて労働から、自分で生活するための、生活をするためだけの労働から解放されて、やっと自分のやりたいことができる未来が来ますよ。そういうためのベーシックインカムですよ。そういう未来になってこそ、初めて平和というもの、世界の富の分配というものが実際に見えてくるんじゃないですかってお話をしました。はい。その中で、じゃあ、富の分配が行われた未来というものの可能性についてお話ししていきたいと思います。ここで初めて戦争をなくすにはどうしたらいいかってお話をしたいと思います。はい。戦争をなくすには、ズバリ、お金という存在がなくなればいいんです。お金がない未来。まあ今ね、お金がない未来もいろんな方が研究されてますが、いろんな言い方ありますけども、お金のない未来とは、信用経済という言葉で表されることがあります。はい。まあ、興味がある方は信用経済というふうにググってもらえばいいと思うんですけども、まあ、要するにですね、お金がないんですよ。つまり、お金がないということは、イメージできますか？お金がない未来。はい。実はですね、私も最初お金がない未来なんていうのは想像もできなかったんですけど、アマゾンで検索すれば出てくると思うんですが、お金のいらない国という本があります。はい。まあね、関係経済とか、資本主義の未来とか、これから100年、50年、100年後の未来を見据えたときに、お金がない世界っていう考え方は非常に重要な、社会の平和にとっても、私たちの今後の未来の生き方は全てにおいて非常に大事な考え方だと思うんですが、まあ実際にイメージができないお金のない国というものを、小説なんですけどね、こういう風な社会ですよっていうのを書いた非常に素晴らしい本があります。実はね、4巻までの4部作なので、まあ、どっか、タイミングがいい時に、第1巻は私が朗読したのがあるんですよ。なんか朗読してみたいと思うんです。ですが、まあ、お金のない国っていうものが、どういったものかっていうのはなかなか想像できないんですが、できないですよ。でもね、ベーシックインカムはイメージできるでしょ？自分たちが働くため、食べるためのお金はみんな国から、もらえます。自分が何もしなくても、はい。言ってしまえばね、語弊はいっぱいあるかもしれなく、言ってしまえば、生活保護で生活する人たちは、ベーシックインカムで生活してると言ってもおかしくないと思いますよ。はい。あの生き方と言っちゃなんだけど、政府が生活の全てを生活の最低限度を面倒見てくれますよっていう考え方が、ベーシックインカムです。はい。まあ、それならイメージできるわけですよ。はい。まあ、自分で働いた分は、まあ、生活保護はね、自分で働いた分みんな吸収されて持ってかれちゃいますけども、ベーシックインカムの場合は自分で働いた分は、まあ、プラスアルファで自分で使っていいわけですよ。まあ、生活の心配がなければ自分が欲しいもん買うでしょ。自分の欲しいもん買えば、まあ、それは生活以外の経済もあるわけですわね。はい。まあ、そういう未来なんですけども、まあ、お金のない世界っていうのは、さらにそれをもう一回もう一つもバージョンアップして、みんな生活できる水準としてあるのなら、そこの部分のお金いらないでしょ？みんながなくてもいいじゃん。そう。だって世界の価値がみんなお金が均等であったとしたら、お金の価値の優越は必要ないじゃない。つまり、みんなが平等ってことですよ。みんなが平等だったら、お金の存在いらなくないですか？簡単なんですよ。みんなで同時にお金なくそうって、ね、70億人以上世界中いますけど、70億人全てがみんなお金を一斉になくしましょうってことは、もしできたならお金がない世界なんですか、簡単にできるんです。はい。でもお金のない未来になった時に、じゃあ果たして産業はどうなる、いろいろありますが、みんなそのままできるますよ。はい。働く理由はいくらでもできますから。まあ、そんな未来について私はこれからちょっとお話したいと、まあ、今回もそのつもりだったんだけど、そういうお話をしたいと思います。ガチャンでした。またね。